サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。はい、今日は、はい、前回ぶった切ったフェンダーを、つなぎました。はい。それでね、ちょっと合わせてね。ちょっと見せたいもんがある。はい。見て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 。全然、今ついたばっかだから。じゃあ、なんか喋ってて。はい。喋っててなんか。はい。またほったらかされてますけどね。何を見せてくれるのかね。わかんないですけどね。はい。楽しみですね。これね。できたフェンダー当てがってね。これは、これは、フェンダーね、溶接して。おお、まあ、全然やっぱ、あれだね。で、穴いっぱい開いてたの。ああ、埋めた。ここは埋めました。うん、まあ、どうせパテしなきゃなんないから。あ、まあ、そうだよね。こっからあれだもんね。そうそう。で、まあ、見せたいのはこれじゃないんだけど、見て。うん、見て。これじゃねえか。うん。これ。おお、おお、来た、おわわおわお、あ、いいよ、いいよ。近く行かなくてあれだね。真鍮の削り出しの灰皿に。はい。見えますかね、これね。あ、こっちか。いいでしょ、これ。こっちか。はい。こんな感じですね。灰皿。はい。かっこよくね。そう。うん、結構。結構深く、うん、いいでしょう。うん、かっこいい、かっこいい。これ、昨日来て、これが。うん。で、今日やった。すげえな。うん。でね、うん、もう一個あるの見せたいのは。お、見て。うん、見て、見て。見て。ダメ。ちょっと話してて。ああ。やべ、またあれだ。あんだな、俺、これ。これ、タバコやめちゃいましたからね、俺ね。これ、どうしようかな。また吸おうかな。そうだよ。いやいや、吸わないよ。ああ、これ、わお、まだ開けてない。これ、わお、あれあれ。来た、なんだっけ。溶解炉。うん、溶解炉ね。溶解炉って、溶解のじゃない。やばい。すげえ、俺これ、いや、今ので多分、あれだよ、チャンネル登録何人か解除される。そうそう、減ったな。減ったな。やばいな。これね、まだね、開けてないんだけどさ、溶解炉ってほら、あれあれ、砂型鋳造用の。あれですよね、アルミ溶かしてね、そうやるためのやつですよね。おお、なんかかっこいい。すげえぞ、これ。やばい。やばいぞ、これ。開かんないぞ、これ。これ。おぉ、これね。わお、これで。やばい。3キロ。うん。言ってましたね。ちょっとビニールが被っちゃってるけど。これで。いいじゃん。おぉ。ね。新品。はい。これ、楽しみ。そう、これね。よかったよ。うん、本当だ、うん。そう。ねえ。これで、近々、うん、これ、借りたの。来月ね。そう。これね、うん。そう、当時物の、なんだこれ、モンキーとか。歌舞伎の。そうそうそう、のやつ。はい。借りた。はいはい。これとか、うん。まあ、これ。うん、これも CB 系かな。これ、ね、なんだろうね。うん、これらちょっとね、うん、やってみたいなと。はい。やべえ、楽しみだ、これ。ね。うん。で、まだ、まあまあ、もうないんだけど、うん、まだ他にも買ったのがあるんだけどね、また後々。うん、はい。そろそろ、エングレービング。おぉ。ホリモン。うん。やろうかなと。はい。ね、はい。あれ、そう、エングレービングって言うけど、洋彫りと和彫りの違いって知ってる、うん、いいや、わからない。和彫りって、こうやって彫るの。うん、ね、うん。打ってね。うん。洋彫りはね、こうやってやるの。彫り方？彫り方。型？が違うだけ。あれ、図柄でじゃなくて？違うの。そう、それ説明してなかったね、俺。うん。もうだから俺はこうやってやる。うんうんうん。まあ、日本から昔のやり方。ああ、で、外国はこうやってやるの。押しながらこう。そうそうそう、ぐい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 って。
でね、これやったことないの、俺。うん、俺、何叩きながらこうやるんじゃなくて？じゃあ、叩くのは、こうやってやっていくんだけど、両彫りの場合は、こうやってやってね、うん、こういう、握るのがグリップがあって、グリップをこう、そう。ね、で、俺、これやったことないさ。うん。ない。そう。だけどね、俺持ってんのよ。それ。ちゃんと。はい。で、それね、どっかにあるわけ。で、探して、機械でやるのと手彫りを両方合わせて、すっげーのやってるから、ね。はい。すっげーのやってるから、ね。はい。見たろ？いや、ダイムかって言ってるのわかんないけど。まあ、そんな感じでね、はい、今日はフェンダーを取り付ける動画をお送りしたいと思います。はい、ということで、よろしくどうぞ。はい。ね、はい、これが最初についてたフェンダー。うん、ほら、全然幅が違うもんね。全然違うでしょ。全然違うよ。ね。うん。で、まあ動画撮らなかったんだけど、ここティグ溶接してさ、うんうん、裏もちゃんとね出てるけど。綺麗にね。うん、はい。でここね穴も全部埋めてやりました。はい。で、ステーがね、うん、もうこれに合わせて作っちゃったから、ちょっとね合わないの。はいはい。だから。ちょっとその調整だよね。そう、このステーをね、作り直してきた。は、あ、もう？うん、あら。うん、早い。で、裏のナットを溶接するのに、うん、これらね。はいはいはい。うん、作ったんだけど、うん、あ、そうか、これ、あ、いいのか。そう。いや、これで、穴の位置を決めて、うんうん、で、ナット、裏に溶接して、穴開けてね。はいはい。で、すぐに、取り外しができるような形にしようかなと思って。はいはい。で、ここがさ、なんかね、ナットが出てたの、多分 CC バーじゃない、なんかステーか。ついてたの。はい。ほら、タイヤ擦っちゃっててさ。あ、あらららら。削った。余計なほど仕上がってって感じ。うん。で、こんな細いのないじゃん。ない。すげえ細いもんね。ね。うん。で、これ、ちょっとね、今から穴開けて、はい。で、溶接したいと思います。はい。これが、なんかね、ここがね、曲がってんのよ。ね。うん。微妙にね。そう。なんか、やっぱ中国。右と左が違うんだもん。そうだよね。そう。今、センターを中心に作ってきて気づいたけどね。こことここの角度が違うわけ。うん。なんだよ、これ。誰だ、これ作ったの。どうするこれ。もうこのまま行くしかねえ。そうだよね。ちょっとこれに合わせてうまく調整取りながら。だからもう結局さ、だって、じゃあこれ作り直しましょうって言ったらさ、もうさ、ヘースのフレーム関係なくなっちゃうわけじゃん。どう思うこれ。もう一からやった方がよかった。そう。そういうことになっちゃうわけで。まあね。だって、俺が自分で作った方のが。もともとセンターで作ればいいんだもんね。そう。びっくりした、この、なんか。そうね。適当な感じ。まあ、しょうがねえな。まっすぐ走るようにすればいいだけの話なんだけど、はい、まさかって感じ。まさかね。うん。はい。もう、とりあえず、やるしかないね。そうですね。うん。やってみましょうか。やりましょうか。で、ここのステーがダメだから、はい、ちょっとずらしてね。うん。で、作り直し。はい。これ、今ここ、うん。カットしました。はい。で、下、決めて、うん、で、これ、ちょっと短く切って、うん、で、ナット裏溶接して止めるじゃん、はいはい、で、止めた状態で、いい、頃合いのところで溶接しちゃえば、うん、とりあえず、止まるよね、2点だよね。ね、うん、で、その後に、これを、決める感じ、うん。いいじゃん。うん、OK ですね。ね。うん。バッチリだ。うん。ちょっと下にあれすれば、あれだな。なんか、そのままいける？
かもしんない。まあ、ちょっとここ止めてから決めよう。うん。そうで、穴開けて、うん、溶接しちゃおうか。はい。じゃあやります。はい。はい。なんか、炭、できない。届かなかったね。そう、だからもうちょっともう噛んでいく。測っちゃダメだ。測るとね、ろくなことがないからさ。うん。大体この辺だろうでね。そう。これがね、器具溶接したところがね、ステンレスなの。ああ。鉄じゃなくて。家庭だ。そう、ステンレスの棒を入れたもんで、硬、うんうん、いさ。あ、開いた。簡単に開いた。いや、でも簡単でもないね。そんだけ体重かけるんだけど、薄い鉄板だともっと簡単だもんね。そうだね。うん、で、まぁ、一回今ね、開きました、はい。で、これで合うかどうかだよ。穴が。この辺だろって開けちゃったからね。そう。あ、じゃあ合うかどうかの前にこれ。入んねえ。入んねえ。デカさんが入んねえ。デカさんが違かった。俺としたことが。やっぱね、メガネかけなきゃダメだね。そうね。もう二人とも老眼鏡をつけてねえともうダメなの。いいや。そう。ね、100均のね、老眼鏡いいんだけど、うん、なんかちゃんとしたの作りたい。あった方がいいかもね、もうね。そう。あれね、前に、うん、老眼鏡を作り行った時にさ、うん、ちょっとかっこいいメガネがあったの。うんうんうん。細くてね。うん、うん。それがオグリッシュモデルだったさ。おうおうおおお。うん。で、その時目が悪かったから、うん、普通のメガネと老眼鏡がついてるやつ、昔みたいにね、うん、段がついてないのね、今。ああああああ。でさ、オグリッシュモデルがいいって言ってさ、うん、老眼鏡とその二つ作ってくださいって言ったら、うん、あまりの細さに、どっちか無理ですって言われたさ。だけどさ、オグリッシュモデルでさ、うん、普通にいつもかけてるメガネだったらいいけど、うん、老眼鏡でさ、ここにかけてるのも変じゃん。そうだね。違くなっちゃうもんね。そう、違うもんになっちゃうからさ。うん、まあだけど、よくよく考えてみたらさ、うん、俺、オグリッシュンじゃねえしってこと。あ、そっちを諦めた。諦めた。だけどさ、神様はさ、みんなに公平だって言うけどさ、うん、嘘だよね。嘘だよ。そんなの全然嘘だよ。公平だよね。そう。神様って。俺だってもうちょっと色男にさ、生まれたらさ、うん、俺だって、ちやほやされてもん。いや、十分ですよ。テレビでさ、不祥事起こしたい。ダメだ、ダメだ、それはダメだ。後輩に、女の子を呼んでもらって。いや、これはダメだ。もう待ったんじゃないか、待ったんじゃないか。ああ、ダメだ、それもダメだ。ダメか。ダメか。あれ、また同じ。同じ切りつけてまった。やばいな、もう。もうダメだ。ここもダメだもん。ちょっと、今、ちょっと探しますね。はい。はい、すいません。はい。開けました。はい。合うかどうか。うん。そうね。噛んだぜ。うん。本当に噛んで開けたからね、俺。どこ？穴。ないね。あれ？角度？ね。うん。大きさ？うん。そもそも穴が違う。場所が違う。あ、場所違かった？うん。場所が違うっていうか、もうちょっと、もう一回開ける。はい。で、今ね、下切っちゃった。穴開け直さないで。はい。調整ね、うん。うん。2ミリぐらいだったら、もうほら、全然入る。余裕。うん。バッチリいったね。バッチリ。で、これで止めて、上を決めちゃえば、大丈夫なんだけど、うん、細いね。細いよ。細い。やばい。うん。かなり細い。ちょっと楽しみだな、これは、うん。で、これで上を決めてしまう。うん。なんだっけ、ステ。
こうか。そうそうそう。あ、なんか、ちょっと、あれか、なんか、ここなんか見えるのかっこ悪いね。ああ、そこ、うん、うん。ここで、一回カットしようかな。ここで一回カットします。これね。はいはい。ここで。うんうん。うん、これで、調整しながら、やります、うんうん。はい。はい。怖え。危ねえよ、気をつけよ。うん。なんだこれ、錆びてて取れねえ。OK。お。で、うん、これに、ああ、短いじゃん。うっそー。ほんと。やばい。めちゃめちゃ短くなっちゃった。まあいいや、寄せすするよ。なんか。ああ、ほんとだ。あ、届くか。届くは届く。いいよ、これ、うまいから。溶接はね。そう。全然問題ないもんね。隙間が空いてても別にいいにしよう。はい。で、この状態で、ちょっと熱いんだよ、これ。うん、今切ったからね。そう。ちょっと冷えるまで。そう。そう冷えねえんだ、なかなか。熱い。いや。あちちちち。いや、あちいよ、気をつけてよ。で、うん。こうやっぱさ、フレーム、おかしいよ、これ。変だもん。これだってめちゃめちゃさ、中心だよ。メインチューブ中心でさ、ここの隙間全然違う、うん。そう。それ、あれかな、カラー俺ら間違えてる？間違えてない。だって、ここ合ってんだもん。そうだね、言ったもんね。そう。だからやっぱ、こことこれがライン全部合ってんの、この、あれだよね。そう。これが良くねえだよね。そう。これがね、ちょっとね、こうなっててね、こういう、極端に言うとこういう風になってんの。こっちはまっすぐなんだけど、うん、こういう風になってるね。でも、もともとが多分そういう作りだよね、これ。感じ的に。ほら、確認しなかったけど。多分ね、下手くそなの。え、そんなに曲がっちゃったの？じゃなくて、なんか、あれじゃない、特殊な作りなんじゃね？いや、多分、あれだよ。たのかな。いや、特殊な作りじゃなくて、うん、中国のパートのおばちゃんがやってるから。違う。絶対そうだってば。こんなさ、ヘボしないでしょ。でも全然違うもん、この角度が。うん、そうね。こう、もっとこう、内に入りたいもん。うん。で、俺シート作った時に変だなと思ったの。ああ。そう。だってもう、全然角度わかるわかる。わかるでしょ、うん、うん。やっぱだから、パートのおばちゃんだよ。絶対に。どうも。いや、癖のあるバイクなんじゃねえの？もともとがそういう作りでさ。癖のあるおばちゃんかもしれない。絶対そうだって。普通だったらさ、ジグとか使ってさ、うん、やるって多分これ目剣でやってるよ、おばちゃんが。絶対そうだってば。なんか、何向こうのおばちゃんも測っちゃダメっつってやってる。そう。だけどパートだからさ、いい加減なんだよ。時給の分しか働かねえから。失敗しちゃったじゃん、じゃあ。そうだよ。失敗だ、これだから。っていうか、失敗だらけじゃん、もう、もうね。そもそも。至るところがね。そう。うん。ヘイスト乗ってる人だったら多分わかると思う。これだけだったりしてね、本当にずれてんの。なことねえな。他の人たちのも多分こうなってるな、多分、本当に。いや、他の人たちのもなってると思うよ。ね。で、それで、ね、まっすぐ走ってるんだからさ、やっぱ中国ってすげえよ。すげえ。すげえ、うん。やっぱすげえよ。特殊だよね。特殊だね。うん。うん、気づかなかったもんね。気づかなかった。今になって気づいた。こ、うん、んなずれてるなんてね。5ミリ違うからね、ここの。うん。直すよ、これ。どうする？いや、これまで直しちゃうんだったら、ほんでさっき言ったけど、もうフレーム1から作っちゃった方が早いげんね。ね。で、ここ切っちゃって、うん、ギュッてつぼめてしまえば、行くは行くと思うの。ああ、ああ、ああ。もう最悪ダメならやっちゃおうか。
最悪ね。どうしてもチェーンラインも出ねえし、歪みがあんま気になるんだろうね。だけどなんかここら辺も、なんか、ちゃんとなってなさそうだもん。うん。絶対。不具合出るかな。わかんない。だってあれだぜ。段ボールで肉まん作っちまうんだぜ。もう、やばいね。やっぱで、至るところがね。やばい。おぉ。やばいよ。どうするどうしようか。とりあえずちょっと進めてみて、本当にやばそうだったら、ちょっと変えようか。考えなきゃダメかもね。まあ、ここを今仮止めしてるから、ここを落としちゃって、うん、で、ここ切っちゃって、つぼめてあげれば、まあ、問題はないと思うんだけど。血は出そうだもんね。うん。うん。そうだね。やっぱ中国の皇帝には月餅を捧げないとダメなのかな。そうだね。わかんないけど。わかんないけど、わかんない。俺月餅好きだよ。俺も。俺も美味しいもんね。美味しい。美味しい。うん。まあ、我は、陳は中国の、皇帝なりって言ってさ。うん。いや月餅を食う。なんだか分かんなくなっちゃう。もう。今、溶接します。はい。でね、ナット。うん。手入んないじゃん。うんうんうん。フェンダーつけるのにね。うん、タイヤ外せばまた別の話だけど、うん、タイヤついた状態でやっぱ簡単にやりたい。メンテナンスをね。そう、だからここに、フランジナット、溶接します。はい、うん。お面はした方がいいですよ。はい。そうですね。はい。いきますよ。はい。僕は日常で溶接してるんでね。そう。目が慣れてますけど、ね。毎日っていうほど。はい。もう嫌だっていうほどね、やらされてるから。はい。皆さん、手袋と面をしてくださいね。全然目チカチカしないもん。うん、俺ダメ。なんだろうね、慣れなのかな。慣れもあるよ。慣れもあんのかな、うん、やっぱり。あるある。で、この状態で、うん、下止めて、ここを溶接すれば、間違いないじゃん。うんはいはいうん、で、これを今から、取り付けて、ここ溶接する。うん、それで。で、決まります。うん、で、そしたら、ここのステーが決まって、うん、テールが決まる。はい、で、あとは、パテ。うん。ですよね。綺麗にやって、タンクみたいな、タンクとか言っちゃった。タンクみたいに。うん。すれば、お揃い。はい。うん。で、これ、あとこれも付けなきゃなんないのか。そうだね。ね。うん。そうだね。これ、まあ、これ後でもいいか。で、とりあえず、そうだね。だからこれ別にリブちゃんとパテした後でも付けられるのか。付けれる、付けれる。そうだね。もうパテするって言ったって、ここのさ、モールのところ、リブのところ。うん。綺麗にするだけだもんね。で、あと、ここ埋めたところ。うん。あとこっちはそんなにベコベコしてないから、はいはい、まあ全然大丈夫かなと思うんだけど、うん、まあこれでちょっと取り付けるところまでやっちゃうよ。はい。はい。で、フレームに溶接しちゃうんで、うん、どこでやろうかな。剥き出しのとこ。いや、ここで。これめんどくさいの。こういうやつがいい。ああ、加えるだけのやつね。そうそうそう。いちいちそれ回さなきゃなんないからね。そう。まあ確実なんだけどね、こっちの方が。うん、これアース不良になりやすいな。ちょっと取れちゃうの。バチンなんつって。よし、じゃあこれでいくよ。うん。お面はした方がいいですからね。はい。本当に。で、ここで今着きました。行くよ。はーい。お面してくださいね。はい。手袋もね。うん。いいね。ほら、見て見て。ほら。お面したみたいな溶接。お面したみたいなって。ああ、ほんとだ。バッチリですね。うん、いいね、はい。溶け込んでる、完全に。うん、でも決まった、ほら。いいね。どうよ、バッチリだね。バッチリだね。はい。はい、じゃあ、これで、ステー決めちゃおう。うん。はい。はい、ステーはね、合わない。ちょっとね。
合うわけないよね、うん、だってリブ付きのフェンダーに合わせてんだから、そう合うわけはないんだよ、合うわけはないんだけど、もう位置決めちゃって、うん、ここの位置決めちゃってステーを調整するだね、調整するしかない、もう、うん、もうどっちにしたこれこっち向き、こっち、あ、後ろ、逆か。逆か。後ろだよね。うん、うん、そう。だから、もう、ここを決めないことにはもう話にならない。そうだね、うん。そこをまずフィットさせて。そう。うん。R も計算してね。うん。だから、この取り付けは、うん、第2弾。はい。今日多分ね、ものすごい時間かかる。うん、後編に続くにしよう。後編に続くにしようか。はい。まあ、不具合ですよ。まあ、だけどさ、うん、この、今、後ろからちょっと、フェンダー見てみて。はいはい、はいはい、よいしょ。いい感じでついてるね。ね、結構細いね。すげえ、なるほど、いい感じだ。ね。うん。で、タンクちょっと乗せてみようか。めちゃめちゃ細いな、これ。細細だよね。うん。どう？うわ、すげえ。細いね。細い。うん。まあ、ちょっとこれシートがね、ま、ちゃんとついてないから、まだいけないけど、こんな感じか。これでやっぱテールついて、ステーツいくと。テール当ててみようか。ああ、そうですね。テールの位置はここ。やっぱこれがまっすぐでしょ。うん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 。そうだね。うん。この辺で。ね。ここだね。そうだね。はい。これが下すぎちゃうとおかしいわけ。ああ、本当だ。ちょっとね。そうだね。やっぱその辺だね。ああ。じゃあもうあれだね。テールとステーは、うん、第2弾。はい。俺が一人で取る。はい。取り付けてからだもんね。要はね、こっちがね。そうだね。それに合わせてステー、ブレ止めっていうかね。うん、うん。結局、もう無理くり、このステーの位置を決めて、いや、かっこいい位置で、まず取り付けのこれをね、決めないとね。そう。で、もう一回これを、溶接し直すのか、切るのか、うん。果たしてどうするのか、うん、これを加工するのか。そうだね。うん。やっぱ、パーツ変えるとあちこちダメなんね。そうだね。ちょっとした微調整は必要ですよね。うんうん、だけど、妥協したくないじゃん。うん。こんだけ作り込んできたからね。そう。もう。もう、島にはフェンダーもね、元々の純正じゃなくて作ったフェンダーだったからね。そう。もうね、全部手加えてありますからね。うん、もうね、決めた賞に出すから。うん。はい。何かしらの賞出すから。はい。皆さん見に来てください。はい。落選したりして。そしたら俺泣きながら一人で公園で一人ショーやる。いや、俺も行きますよ。泣きながら二人で行く。もう今日はとりあえずもうね、とりあえずこれついたから、うん、これはもう。ここまでね、無事にこう、うん、うまくね、取り付けはステイでできたからね。うん。で、はい、綺麗に被ったね。うん。ちゃんと。調整も高さの調整もしてね。うん。うん。ではもう、これはもう第2弾。ということで、はい。はい、はい、フェンダー。うん。無事に着きました。着、はい、きましたね。これ最後までやったらね、多分ね。遅くになっちゃう。夜中になっちゃう。夜中になっちゃう。喋る方のが長いから。もう、俺ら二人だとダメなんでね。だから、はい、今日、杉山くんが来てくれたけど、うん、第2弾は、俺、とりあえず一人で、はいはい。撮る感じ。今週中でね。そう、はい。で、あと、できれば、うん。こいつ仕上げちゃいたい。ああ、はいはいはい。こいつ。うん。ね。はいはい。もう、だいたい183。うん。で、ここ、カットしちゃえば、うん。同じようにやればいいですもんね。そう。もう、バッチリ入るのはもうわかってるので、はいはい。後ろは 100% できます、うん。はい。いいじゃんね。うん。OK です。順調に出来上がってきたな。そうそうそう。うん、だこれをつけて、うん、どんな感じか。はい。どうなのかな。フィット
そう、察してみてね、全体的な、他とのバランスもあるからね。で、もし変だったら外しちゃうから、ね。そう、取り外しが可能なんでね。うん。うん。もう変だったら捨てちゃうから。いや、捨てるのはもったいないけど。あ、はすみさんに売りつけるかな。見てるかな売りつけるかな赤パンって。もう変だからって売るんじゃねえよ、なんすっげえ高い値段で売りつける。そうだよ。まあ、つけてみて、うん、ちょっとね、うん、バランス見て。で、そうだね、まあ、ステンレスだからさ、うん、磨こうと思えば磨けるし、はいはい、ビッカビカに。あと、だから他のところで彫り物したり、こう、模様入れるじゃないですか。そう。で、ここがつるっとすると、もしかしたら、そう、俺ちょっとそれが ね、どうか、うん、そう、できてみてのバランスが俺分かんないもんで。分かる。そう。状況を見てって、こう、ワンポイントワンポイントでね、真鍮や彫り物入ってて。そうなんだよね。そう。だから、うん、あの、ね、5年前に作った、うんうんうん。はいはい、この株の、うん、このホイールね。これ単体で見たらもうすげえかっこいいですよ。ホワイトリボンでね。そう。だから、ホワイトリボンで、ディスク入れました、うん。で、ここに白いの入れてるじゃん、うん、だから、このキャリーストーンが、うん、ホワイトリボンだったらかっこよかったんだよ。ああ。はいはいはい。うん。あ、そうだ。元ピーキーさん。ホワイトリボンのやつ、色塗れるんだ。考えてみたら。確かできるんだよ。俺、カブの、ミシュランのタイヤ、ホワイトリボンが入ったやつあるよって、うん、あの、ピーキーさんとこ、あの、売ってって言ってさ、おうおうおう、売ってもらったことある。なんかジェットインクかなんかでつけたのかな、なんか。そうなのあったな、そういえば。で、できないことはないんだよね。うん、自分でも。うんうん、あれこう、ホワイトリボン。マスキングして、こう塗る？あのね、前ね、ゴムになるやつが売ってたの。はいはい、あの、スプレーでね、シューってやって、はいはい。で、ゴムに変わるやつが。で、それやったさ。だから一週間後ね、真っ黄色になってた。あれですよね。でもよく文字を入れるための。ホワイトレターのね。あれは売ってますよね。売ってる売ってる。でもそれみたいに全部こう塗るんじゃ大変じゃんね。大変だよ。だって、うん、あれだもん。インクも足んねえしね。インク足りないからさ、あの、杉山くんのさ、Z にさ、ポセテキンさん2個買わないとさ、できない。ダメ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 。絶対やんない。あの、夜中にやっちまうから、ね、やべたんと。ダメだからね。ダメ、ダメですか。まあ、そういうことでね、はい、今回は、ちょっとね、第1弾、うん、はい、フェンダーの取り付け、うん、まあ、2つにしたやつを、うん、あの、1つにして、そうですね、ナローにしてっていう動画でしたが、うん、はい、次は、あの、1人で泣きながら第2弾撮ります。はい。ということで、ありがとうございました。久保田くん。はーい。オリジナル。もオリジナルです。うん、オリジナルのもの。綺麗な方ですよね、だから。ああ、そうか。教習者が今まだ乗ってないんで、ね。あ、そうなの？はい。は、多分、こんなことだったんじゃないかと思うんです。